はい、ともチャンネルです。届きました。はい、オーメン16のね、ラップトップ PC、これが届いたのでね、ちょっと開封していきたいと思います。はい、業務用カッターです。はい、保証書が入ってますね。保証書と、あ、これなんかかっこいいのか布に入ってます。はい、ちゃんとね、逆さになってるけどオーメンと書いてあります。早速こっちから行ってみるかな。これはね、 AC アダプターですね。はい、やはりでかいです。お、それと本体だけだ。それと本体だけですね。ちょっと片手じゃ無理なんで両手で。はい、本体どけたら中にね、サッシが1冊と、プロダクトインフォメーションっていうのが入ってますね。それの他はもう、これで全部のようです。で、今ね、これをちょっと開けてみたら、中にね、はい、サービスおよびサポートを受けるにはっていうのと、あと、このやっぱりサービス&サポートですね。あと、ペラのね、チラシが1枚入ってました。これで全部です。さあ、では、オープン。お、ちゃんと反射を抑えてくれてるモニターですね。いや、真っ白でかっこいいな、これな。はい、一応ね、Core i7 の GeForce RTX。これは4060タイプの方ですね。さて、では。閉じて、でもって、はい、裏ですね。ここに1箇所ネジ、ここに1箇所ネジ、2箇所ですね。3、4、5、6。6箇所ネジを外せば、なんか取れるかな。はい、早速ですけども、まだ電源も入れてませんけど、ちょっとメモリと、SSD の方の交換をやっていきます。いきなり Linux の方入れる予定です。今ね、精密ドライバーを探そうと思って探してたんですけど、うちには精密ドライバーのプラスがないことが分かりましたので、精密ドライバーのプラスちょっと買ってきてからの作業になります。まあ、それまでね、電源入れる必要もないのでほったらかしにしときましょう。はい、ダイソーに行って買ってきました。行ってこれすげえな、磁石になってる。うわ、ちっちゃいな、なくすなよ。いや、やっと取れた。割れるかと思った。ちょっとこれ下に置いとこう。見えるかな。これが SSD、 こっちがメモリ、両方とも外せるから交換できるね。よし、とやっちゃいますか。ではね、とりあえず SSD から。はい、これをね、あらかじめ購入してあります。これは 2TB のやつですね。ちゃんとドライバーついてましたね。で、ここに
止めるためのビスまで入ってます。これは元のやつが使えそうだな。まずは放電から。まあ一応簡易的なね、放熱の、これ赤いやつがね、一応放熱のやつなんだけど、一応ね、これも買ってありますのでね、これを貼り付けてから取り付けたいと思います。厚み大丈夫かな？一応ね、薄いのと厚いのと2つ入ってたので、薄い方を使います。はい、とりあえずね、こんなカメラ、光ってて見えないか。こんな感じで付けました。あとはね、交換ですね。リチギにね、両面テープで貼ってありました。これあれか、ヒートシンクで入ってたんだね。ちょっとビスが一歩余ったので、とりあえずあった場所につけときます。とりあえずこれで SSD は OK です。はい、次はですね、このメモリですね。DDR5 の 32GB をこれとね交換していきます。一応放電、よし。はい、メモリーの方一応入ってるはずです。ではまたね、組み立て直していきます。元の手順の反対でねやっていきます。もうね、老眼だからね、細かい文字が読めなくて困ってますけど、あとこれだ、11.5V、11.5V か。これね、USB の給電の電圧にちょっと関係するので、11.5.5V。これだけちょっとね、覚えておく必要があるはずです。で、一応 7981mAh ですね。一応充電の電圧は 13.2V。とは書いてあるけど、そうですね、二次電池の方で 11.55V なので、まあ、そっちの方で、見ていた方がいいかもしれませんね。はい、とりあえずまた組み立てるんだけど、もう二度とね開けたくないので、とりあえず問題ないのか確認だけして戻します。Windows も起動せずにバックパネル開けて中身交換して大丈夫なんでしょうか。しかしもこれよく取れたな。まあちょっと傷ついちゃったけどね。よし、これで元通り戻していきます。はい、こっちは傷ついてないね。とりあえず、元に戻りましたんでね、ここから OS の方を入れていきたいと思います。さて、 BIOS を立ち上げなきゃいけないんだけど、キーは何だろう。ヒューレットパッカードはもしかしたら F10 かもしれないので、とりあえず F10 をね連打するよ準備をして、これですね、電源 P、なんか色がかっこいいな。あ、セットアップユーティリティ、あ、立ち上がったね。ここで
ブートオプション、ちょっと待ってよ、今ちょっと映ってなかった、モニター見えなかったからね、モニター持ち上げたんだけど、 WOL これ使えるね、セットしとこう。でこれは Linux を入れるので、もしかしたらそのままね、あの家に置いといてリモートで動かす可能性もあるのでね、これ入れときます。うん、これでいいでしょう。であとはブートオプションで、うん、これでいけそうだ。これね、ちょっとかっこいいね、これね。さすがゲーミングノートみたいなね。さあ、OS の入った USB を今入れました。で、USB からのブートが、うん、OK になってるはずだから、これで、これでいいね。セーブして、さあ、あとはね、Linux を入れて、インストールするだけです。とりあえずね、USB 挿してそのまま立ち上げたら、勝手にね、Ubuntu ですね。今回 Ubuntu 入れようと思います。それが勝手に立ち上がりそうです。比較的に新しいパソコンなので、まあ、CPU もそうなんですけど、Debian 入れようと思うと、もしかしたらね、うまく最適化されていない可能性もあるので、とりあえず Ubuntu にしておきます。 Ubuntu の方はね、比較的早い対応ができているはずなので、まあ、この辺も、そうですね、その辺うまくいけばいいかなということで Ubuntu にしてあります。まあ安定度で言えばね、 Debian なんですけど、ちょっと設定がめんどくさいのもあるし、ささっと使いたいのでね、今回は Ubuntu にします。今ね、ずっとインストール画面動かなかったんだけど、BIOS の中にセキュアブートってのがあって、それをね一旦解除したんですね。もともとは入ってるんですけど、まあ、それを解除したら、とりあえずインストールのくるくるが回り始めましたんでね、これでインストールできるのかなと。はて、もうちょっとかかりそうですね。ようやくインストールがね進みました。Windows 使ってる時にはね、セキュアブートってのは切らない方がいいんですけど、他のね OS なんかを入れる時にはあれが邪魔してインストールができないみたいです。なのでね、セキュアブートっていう項目、まあ似たような項目があればね、それを一旦切らないと、Windows が入っているパソコンは他の OS が入れられないと思います。昔はそうじゃなかったんですけど、最近はもうセキュリティの関係が厳しいのでね、その辺をうまくやってないと、インストールができないということもあります。っていうか、ほとんど多分今できないんじゃないかなと思います。ただしっかり動いてくれるかどうかはまた別です。さて、じゃあ立ち上げてみますか。はい、Windows になりました。Linux を入れたんだけど、どうにも立ち上がるところで読み込まなくなっちゃって止まっちゃうんですよね。何かがいたずらしてるんでしょうけど、まだね、どこにどういう風にっていうのがね、要はエラーのメッセージも出ない状況で止まってしまうので、まあもしかしたらね、カーネルが進むか、それに対応した BIOS になってくれるか、まあその辺のね、BIOS の方に対応してくれるかどうかはまた別として、今の現状では Linux 入れることはできませんでした。なのでね、 SSD をまた入れ直して元の Windows になりました。はい、とりあえずね、ソフトの方はもうずっとね入れ込んで結構な時間かかってたんですけど、まあとりあえず、こんな感じでね Windows に戻りました。Linux の方にはね、また後で、いろいろとね時間が経った時にやってみようかなと思います。まあ、とりあえずこれに全部ね、CAD から何から全部入れる予定なので、これが本当にもうベースになる、マシンになってしまいましたということで、さ
最後までご視聴ありがとうございました。残念なことにね、 Linux は今回入れられませんでしたけど、とりあえず時間が経ってまたとりあえずタイミング的に挑戦してみる時があったらやっていこうと思います。ではまた。